どうもー、ショータイムゴルフの翔太です。今回は皆さん大好きゴルフクラブをご紹介したいと思います。まずパターからいきましょう。パターはこれ、オデッセイストロークラボ 3T でございます。33インチです。出口がこの3本、60度、56度、50度になってて、60度だけタイトリスト SM7 で、56と50がオンオフのウェッジです。はい、で、シャフトが NS プロモーダス3ツアー 105X です。で、T から4番がオンオフの黒フォージドですね、中空アイアンです。で、シャフトが 105X です。軽型シャフトです。重いの嫌いなんだね。これは優しくてかなりお気に入りです。で、次がユーティリティタイトリスト 915H 18度、2U で、シャフトが TR95X ハイブリッドです。で、まあ次5番ウッドなんですけど、5番ウッドはこのオノフの黒の18度です。で、シャフトが藤倉ベンタス 7X です。まあ、5番ウッドという理由は、まあ、あんまり飛距離変わらないんで、なんか状況によってどっちか入れたり入れなかったり、どっちか1本ですね、両方入れることはないです。このオノフの3番ウッド15度です。で、これも藤倉ベンタス 7X です。はい、見える、こんな感じです。で、ドライバーがオノフの黒です。 9.5 度。そしてで、この重りが何グラム？こう7グラム、1グラム、1グラムで、つかまりにくくしています、重りで。で、シャフトが藤倉ベンタス 6X です。あとこのパターンもよく使います。はい、ショートスランプ7番。こんな感じですかね。あとは、キャリーバッグオンオフです。ということで、僕の今シーズンに使うクラブでした。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。はい、どうもー、ショータイムゴルフの翔太です。今回は、